県外王孝候補氏は、高来五代の王である慶州の第三王妃で、第七代、僕隆の王母。死亡は、王典慶聖聖徳王大墓、千秋大墓の別名を持つ。大祖の王女を朝日と夫人流氏との間に生まれる。同母兄に、聖州、同母妹に、県庭王孝候補氏がいる。王室の風習に従い、外祖母である。 神聖王公候補士にちなんで自らも候補生を名乗った。いとこにあたる、慶州の第三王妃となり王将を設けたが、太平公国6年に慶州と死別した。兄聖州が即位後は、大孝となり、千秋宮に住んだ。王将が即位して、僕高氏となった際、自らの居住宮にちなんで千秋大孝と名乗るようになった。県外王公は、 母方の親戚にあたる金イタスビと出会い、情を交わす関係となったが、このことが公然と知られるようになると宮中に混乱が起こった。聖衆は金イタスビを器用へ送ることで事態を収束させた。しかし僕高しの殺傷となると、県愛王光は金イタスビを呼び戻して、右僕や県三指示に任命し、多大な権限を与えた。県愛王光は、 自らの本拠地である最強を優遇する政策を行ったほか、金板杉の出身地である随教に静粛寺を建てたのをはじめ、各所に道館や寺院を建設した。皆、平成6年、県愛王公は、金板杉との間に息子を設けた。大中幸府2年、工場が政変を起こし、金板杉と息子は処刑されて、県愛王公は流罪に処せられた。 僕高氏は、敗位され、遊兵地に向かう途中で工場の部下に暗殺された。これにより、剣愛陽光は政界において、完全に失脚した。工場らは、王順を大いに推挙し、王順は即位して建造となった。流罪から解かれた後、剣愛陽光は、公州に移り、そこで寄せを送った。天正七年に王宮に戻されて、ストック宮において六十六歳で皇居した。 募書は有料である。ありがとうございます。